よし、やっていきましょう。マザークイーンっていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、ということで、日本製のホラーゲームなんだけど、雲が出てくる雲ホラーゲーム。なんだ。まあ、とりあえず早速やっていきたいと思います。スタート。心臓弱いよ。もう39万回ぐらい死んでる。ああ、何？ポリス。なんか、びっくりした。爆発したぞ。オープニングムービーだね。逃げ惑った。これが雲か。これが雲だ。ないないない。ああ。朝、いやだ、起きたくない。で、朝なんだ。おお、すごいすごいすごい。よいしょと、ちょっと待って。今日は山に行かなきゃ。バスに乗っていくか。ああ。すげえ、カメラ。カメラのレンズとかあるね。なんだっけ？荷物いい。オッケーオッケー。ええー、すごい。で、とりあえず、出かける感じ？これか。10時。結構あれだね。遅いようですね。外に出て。なんかもう、何？すごいすごいすごい。なんか、ちょっと待って。なんか今、車通ってなかった？ほらほら、早高速並みに速いですね。まあ、とりあえず行こう。一応ジャンプできる。で、シフトキーで走ると。よし、じゃあちょっと、ジャンプしていくぞ。車に轢かれてみたい。もしもし？一緒に山に行きますか？どっち？山。広。もしもし？ちょっといろいろおかしいですけども、歯茎が見えてますよ。行けちゃう？来る！です。ちゃんと死んだよ。こっからだ。っていう夢でした。皆さんダメですよ。道路に飛び出しちゃダメですよ。で、やっぱこっちかな。じゃあちょっと急いで行きます。バス停に行くのかな？バス停。あそこにさ、バス停あるからバスに乗っていくんじゃない？まあ、とりあえずちょっとウキウキ気分で。これバス停だよね。バス？やっぱり行きます。山だ。雲さん。かわいい。雲を、あれだ、あらすじの通りだと、雲を、街中で弱っている雲を見つけて、家で保護して、で、山に雲を返したと。で、帰る？帰ろう。ここで死んだりして。何？死んだ？帰り道に交通事故にあったんだって。やばい。で、どこ？
そこは進化した雲たちの世界だった。主人公は無事に脱出することはできるのだろうか。なんで？助けたのに。雲の恩返しじゃないの？あっちなんだ。誰かいる。もしもし？死んでる。これなんだろう。いい。我々は過ちを犯してしまった。だからここにいるのだろう。もうじき私は化け物に襲われて死ぬだろう。もしもここに来てしまった人に伝える。諦めろ。諦めないで。ここを出るにはマザークイーンを倒すしかない。しかし、そんなのは不可能だ。もう一回。マザークイーンを倒す。倒すんだ。いいの？ちょっと、こっち行こう。家がある。地下世界とかじゃないの？ちょっと、メモがあるね。くそ、ここまでか。レバーさえあれば、向こうの扉に行けるっていいのに。なんだなんだ。で、なんか今ガチャッと落とした。これ？これ関係ないか。まあ、ちょっと、家の中探索しようか。何？何もない。雲が出てくる。一応逃げるけどね。来たら。こっちもあるんだけど。人が住んでる。いや、関係ないな。よいしょと。こっちは？一応ジャンプできるけど。2階あるぞ。関係なかったわ。じゃあ進むしかない？こっちもあるね。何か役に立つアイテムとかないか探してるんだけど。ないね。じゃあ行くしかないか。行きましょう。ここ。ズームとかないよね。これ何？川流れてる？これ、何？なんだあれは。あんな生き物は見たことがないね。見たことがないね。なんだろうね、今の。でか。これは？開かないよね。もう始まってそう。何をするんだろうな。あ、なんだっけ？扉？レバーか。レバーを見つけろとか。ああ、街灯あるな。雲たちの世界、地下じゃない？地下ではなさそう。ちょっと待って。そんな、ちょっと待って。せめて雲の姿見せてくださいよ。2階に上がっただけだよ。こっから。ああ、逃げてったね。ちゃんと見えたよ。さっきの黒いのは何だったんだ？逆に。なんだあれは。あんな生き物は見たことがないね。てやんでい。じゃ、ちょっと、逃げます。いろいろ逃げてみよう。逃げるのは得意ですよ。あ、今いたな。チラッと見えたな。今ね、チラッとそこにいた。多分。何もないな。スタミナは無限っぽい。ずっと走れそう。ちゃんと中、隅々まで調べた方がいいかな。こういうところ。いや、でも何もないよね。音がしない。うわっ！うわっ！来てる来てる。あれにやられたんだ。一体だけだったら、でもかわせそうだよ。開かないね。こっちが。狭くない？もうこれで終わり？うわ、いる。うわ、いっぱいいる。いっぱいいるよ。ちょっと。2匹、2匹。何を探してんだ？アイテム、多分家の中にありそう。
いや、なんかここじゃない、あ、来てる来てる来てる、あ、こういうところ、なんかここ怪しくない、レバーないな。なんか綱渡りじゃないけど、何これ、危ない、あっぶなー、なんか宝箱っぽい箱があったけど何もなかったね。 あったこれだ、あったあった、え、でこのレバーをどうすんの、このレバーをどこで使うんだ、あった。色が分かんなかった。あの、茶色だったから分かんなかった。レバーを使えるようなところ。なんでもないです。どこだ？あっち、あ、あっち森？扉がないな。レバー見つけたけど、あったー、これだ、ただいる、ただめちゃめちゃいる、一旦巻こうか、あそこだな、こっち来てくれ、これバレてんのかな、これオッケー、あ、いたー、森森森森ステージで、来てる来てる来てる、森ステージついてきちゃった。で、次はなんだ、メモか何かあるかな、ちょっと探そうか、ヒント、すごいね、おお、すごいすごい、ジャンプしちゃよ、ジャンプしちゃよ。え、なにこれ、え、落ちます、洞窟、洞窟がある、あー、何、ビビった、一番ビビったかもしんない、はしごあるな、オッケーオッケー、はしご登った、あ、何これは、何、え、何このポータル的なやつは、読む、流れの研究で分かったのは、マザークイーンを倒すには人工知能4つ壊したらいいらしい、壊すためにはまず向こうの世界で USB を手に入れろ、ユニバーサルシリアルバス。マジか、 USB、向こうの世界、はい、わかりました、行きます、いいんだよね、うん、OK、 これでテレポーテーションしてワープして、あー、またいるね、あれ、でかくなってない、ちょっとでかいな、ちょっと見てみたい、ちょっと見てみるか、でかいんじゃないか、今度な、でっマザークイーンだ、ちょっと待って、いやーって何、いやーって何、マザー、マザーですか、なんか狼みたいなのしてるけど、その2つ手に持ってるやつ、なんですか、奈落っていうか死にました、面白いな。あ、奈落でした。今のは、まあ自分から。自分から？あ、これ、これ関係ない。自分から近づいていったんで、あれだったんだけど。これ2階は何もないのかな？なんだっけ？ USB？ これ USB じゃないか。どこだ？USB がどっかにある。USB 何個？何個って言ったっけ？
何これどういうこと、どういうこと。 USB がないと破壊で、どこだ。いやいやいやってなんかあれみたいだな、あのなんだっけ、あのヒロシが出てくる、あのお父さんとお子さんが一緒に作ったやつ。あった、 USB。 いやー、あ、意外と早いですね。意外と早いけど、後ろ向きでも自分の方が早いってやってると落ちるからね。でこういうところはこうやって、でちょっと破壊してみる。潰す、 USB で潰したぞ。 USB 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 ユニバーサル、あ、チリアルバス、まだあるな。これちゃうか。井戸。この井戸は何なんだ。あったね、今。ちょっと待ってね。なんかうんこみたいに。あ、なんでもない。なんでもないです。はい、ぐっちゃり。あと1個 ?4 つ ?4 つか。鳥居じゃないの、これ。違う鳥居だったら、星5点。星5。脳を探しております。あ、いる。見つかってないかな。やばいやばいやばい、バレた。いやあれがマザークイーンね。あとどこだ。脳、脳、ノーノーノー、あったー、倒した。死んだ。今気づいたよ。何が。お前、私の友人を山に返してくれた人間だな。そう、そうなんですよ。いい人なんです。私は人間どもの実験で奴隷のようにこき使われたんだ。雲に人工知能をつけるというイカれた実験でね。苦しかったよ。痛かったよ。まあそのおかげで今があるのだがな。余談が過ぎたね。ええ、返してくれるよね。我々人間どもに復讐するために殺しに行くんだ。本来ならお前を殺すつもりだが、お前友人を救ってくれた。そう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 。そこでチャンスをやろう。え？我々の仲間となり、人類を滅ぼすか。ここで死ぬか。うわぁ！選択？一旦 Y 選ぼう。で、もう一回やって仲間になる選ぼう。わかんない、これ。二つエンディングがあるのかもしんない。いきます。Y。そうか。残念だね。ならば、死になよ。やめて！優しくして！あ。僕が死んでから、人類と雲たちの戦争が起きた。マジで。雲の身体能力に加え、人間並みの頭脳を持つ者に人類が勝てるわけがなく、1年でほとんどの人類は滅んだ。残された人類は地下でひっそりと暮らしている。クモどもに見つかったものは家畜や実験道具として扱われるそうだ。俺は正しい選択をしたのか。まあ今さら遅いか。ああ企画俺いいですね。原案脚本俺、グラフィック俺かな、モーションデザイン俺かな、システムプランナー進行管理俺、システムグラフィックムービー俺、サンキュームービー僕、マップデザイン俺、俺俺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 俺詐欺。Thank you.
あ、止まった。あー、マザークイーン。どうなったの？ Thank you for playing。ああ、そしたらちょっと最後雲の味方になってみようか。オプションは、じゃあ行きましょうか。仲間になる N。 どうなる？僕は雲たちと人類を滅ぼすために協力関係になった。僕をおとりに使い、隙をついて人間を殺す。あ、おとりに使ってる。正直胸が痛くなる。でも仕方がないんだよ。生きるためだ。そうして半年が過ぎた頃、人類はほとんど滅びた。わずかな人類は地下にこもって暮らしているようだ。俺は蜘蛛たちとの共同生活にはもう耐えられない。なので脱走した。脱走した。そして人類のアジトを見つけた。ザイオン。しかし私は殺されてしまった。人類の裏切り者だって。ああ、そういうことか。ああはい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では、Shut up!